やっこやっこ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ヒビズのエントリークラスイヤホン、ヒビズ MS-1 ギャラクシー。このチャンネルを何度も見ている人は、聞き覚えのある名前かも。ヒビズといえば、一時期は国内に正規代理店がついていた、小型 DAP で有名なんだけど、最近では、DAP はもちろん新機種、AP80 Pro X が出ているんだけど、イヤホンの方も積極的に展開しているので、イヤホンブランドとしての印象も強くなってきたメーカーだな。MS-1 の名前を冠するイヤホンは、実は過去にニサクスデに発売されている。MS-1 初代、MS-1 レインボー、そして、今回発売された MS-1 ギャラクシーとケーフが繋がってるわけだ。初代 MS-1 はだいたい2万円以下の高級位置ダイナミックドライ履き、弱ドンシャリでバランスが良く、低音側にも深みがあった。MS-1 レインボーはそこから一気に価格を下げた樹脂シェル仕様の位置ダイナミックドライ履き。こちらはかなりボームで、低音もしっかり抑制の効いたサウンドで、上品なイヤホンに仕上がっていた、という印象だな。MS-1 シリーズは値下がりを続けていて、なんと今回に至っては、ヒビズ製品としては前例のない2000円ちょっとで購入できてしまうという、ヒビズ製品を一気に身近に感じられるイヤホンになっている。価格が下がると、その分どうしても妥協が出るのがイヤホンなので、どんな音になっているのか全く想像がつかない、ヒビズの価格加減を一気にぶち抜いてきたイヤホンはどんなサウンドなんだろうか？詳しく見ていこう。まずはパッケージから、シンプルな小型サイズのパッケージの中身も最小限、ラメプレートの入ったプラ系のシェル、イヤピ、ケーブル、それから、低価格化に伴い、ライト層に訴求するために、アニメキャラクターを設定してるぞ。今後のこのキャラカウターの展開にも期待したいところだな。今回はブルーが届いてるけど、他にもレッド、ブラック、透明の3カラーと、マイクのありなしがオプションで選択できる、マイク付きが選べるくらい身近なイヤホンというわけだ。インピーダンスは32オームだけど、感度は十分に高くて、スマートフォンなんかでそのまま使うのにも問題がない印象。むしろノイズが乗らないので、環境によっては MS-1 ギャラクシーのようなイヤホンが最適かもしれないな。付属品はこんな感じ。イヤーピースは軸と傘の素材が別になっていない、一般的なタイプだけど、しっかりともっちりしたシリコンを使っていて、装着感に問題はない。ノズルが奥まった位置まで届く形になっているので、普段より小さめのイヤピで、しっかり奥まで装着するのがおすすめだ。本体はプラ製で軽量なので、長時間装着が可能な、装着感に厳しい初心者にも優しいイヤホンになっている。ケーブルはガンメタルといった風合い、表面にも保護がしっかり効いているので、ガツガツ使い込むのに適したものになっているぞ。この価格だけど、さすがは中華イヤホン。リケーブルが可能になっていて、少し土台部分が変形しているけど、一般的なフラットにピンケーブルが適合する。リケーブルはかなり制限なく楽しめることができるはずだ。ノズル部分のみが金属製で、その背面 20mm のダイナミックドライバーが位置する、シンプルな構造。ダイナミックドライバーの振動板素材は、PUPE 系、樹脂系カッコポリマー系振動板の中でも、しっかりとした高音域を表現できる組み合わせ。事実、MS-1 ギャラクシーは、前作、MS-1 レインボーと比較して、明らかにクリスプな高音域を獲得している。さすがに2万円クラスの初代 MS-1 と比較すると、安くて楽しいイヤホンに分類されるんだけど、前作 MS-1 レインボーと比較すると、価格差は大きいのに全く遜色のない仕上がりになっているぞ。ここまでの情報をざっくりまとめると、MS-1 ギャラクシーは、2000円価格帯にヒビズが突然殴り込んできた、エントリークラスながら、しっかりと上位機種によるノウハウの蓄積の影響を受けたモデル、シンプルなモデルながら、しっかりと愛用に値する、ムーンドロップクワークスや、ファイナル E500、CCACRA プラス、そして、ナイス HCKDB1 などの強烈なライバルが多数存在する価格帯に並び立つ、めちゃくちゃ激戦区に投入されたモデル、ということだ。ざっと触った感じ、MS-1 ギャラクシーは、付属品がイヤピ、ケーブルともにしっかりしているので、追加出費が必要ない点が優位、装着感に関しては問題なく、10mm ダイナミックドライバーを使ったクラスとしては平均的な印象だな。ハウジングが大きく取られているのも理由かも、ざっと聞いただけでも、前作 MS-1 レインボーより、ハキハキと高音域が出るようになっているので、レインボーのように低価格なのにクロート向けなサウンド設定ではなく、誰でもライトに楽しめるイヤホンに仕上がっていると感じたぞ。じゃあ、実際の音色についてチェックしていこうか。今回は標準イヤーピース、標準ケーブルでのテストになる。初期状態で不満を感じないのは、低価格モデルとして好印象だ。2000円のイヤホンに数千円の追加出費とか本末転倒だからな。結構よくやるが。さて。
MS1 ギャラクシーの音質を一言でまとめてしまうと、クリスプな高音、深めな低音と現代音楽をライトに楽しむのに向いている、楽しいサウンドに仕上がっている。この部分の強調が強いものの、ボーカルについてもしっかりなるのは、ポータブルオーディオブランドであるヒビズのエントリーの維持という印象だな。音色は全体的に明るく、またスピードも速い印象。高音域の一部は強調されていて、全体のリズム感の確保や引き締めに良い働きをもたらしているぞ。低音域も、20時期10ミリダイナミックドライバーらしく太め、サブベースまでしっかりと出るが、ベースはサブベースに比べて控えめだ。感触で反応の良い全体の印象を作るために、ここは抑えている印象を受けたな。空間は広め、ただし、樹脂ハウジングのせいか、若干壁のようなものを感じる、開放感があるというよりは、適度な広さの空間の中で鳴っているようなサウンドだ。高音がしっかりシャープなので、ベルの音なんかは鮮烈に聞こえてくる。ただし、刺さるような印象はないな。2000円クラスでここまでできるようになったのか。と結構感動したレベル。特に、樹脂ハウジングのおかげで、ボーカルがハキハキしすぎないのに、高音が際立って聞こえるので、この部分が印象的に感じられた。低価格でおすすめされているモデルの中では、ここまで明瞭な高音を出すのは、この MS1 Galaxy と CCACRA+ くらいじゃないかな。MS1 Galaxy は、高音域だけがさらに抜け出るようになる場面があり、よりうさんくさく気持ちよく強調されている印象だ。全体の調和感とかは、ヒビズの過去作や、KZ や他社のホーム系に譲る印象だけど、このしっかりと耳元で鳴ってくれる高音は、高音がはっきりなるイヤホンが好きな人には癖になるだろう。全体を通して感じた印象としては、曲全体の雰囲気よりも、鮮烈な部分を抽出して叩き込んでくれるタイプのイヤホン、という印象。ただ、過去の中華イヤホンだと、トータルバランスの破綻や、新しく使ったパーツのお披露目で、その部分だけが突出していた感じだけど、MS1 Galaxy は破綻を起こさずにその部分にスポットライトを当てている感じ。なので、刺さり合われるような音といった印象の破綻は発生しない。このあたりがヒビズ性らしさだな。弱点というと、もうこれは個性だから、その反動なだけなんだけど、一部の音が鮮烈になるので、その分バランスが極端になる場面があることくらいだ。でもそれ個性だから。というわけで、MS1 Galaxy は、買いだ。ヒビズの過去モデルに比べて、明らかに強調が強いので、過去モデルの低価格版として選択すると困惑するんだけど、そうじゃなくて、低価格モデルでサクサク高音域を気持ちよく聞かせてくれるイヤホン、という選択をするなら、MS1 Galaxy だな。実は、このチャンネルでおすすめする低価格機って、大体ホーム感が強かったり、トータルバランス重視だったりで、こういう攻めたバランスのイヤホンは、実は少なかったりする。その少ないバランスの商品が、この完成度で出てくれたのが嬉しいな。また、MS1 Galaxy に比べて、強調されたパートとの接続がしっかり自然になっている、という点で、より上位の機種に移行するイメージもつけやすい。例えば、ナイス HCK-NX7M3 とかがこのイヤホンのアップデート選択肢になるだろう。ピエゾツイーターがしっかり主張するようなイヤホンが好きな人は、MS1 Galaxy の高音域は好みだし、低音域側もはっきり出るので、高音、低音がしっかり出るイヤホンが好きな人にもおすすめだな。それでいて中音域が捨てられていないので、元気で崩れないイヤホンを検討している人は、物は試し、くらいの軽い気持ちでトライしてみてくれ。ZS とクスとも違う割り切り方なので、低価格で個性的なイヤホンが好きな人はきっと楽しめるぞ。といったところで今回はここまで、やはり低価格は楽しい、